皆様こんにちは。ファンパスアートのいろはです。今日はファンパスアートで雨を描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られています。こちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙に雲と雨、小さな丸の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。こちらは使いやすいようにカットしておきます。それでは背景から描いていきたいと思います。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。白色、黄色、ピンク色、水色、黄緑色などを削っています。茶こしを使って全体にピンク色を削っていきたいと思います。コットンを四つ折りにして縫い伸ばしていきます。続いて雲の型を合わせて動かないようにテープで固定します。内側の色を消しゴムで消して白くしておきます。続いて雨の型を雲の下に合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。この状態でパレットから好きな色を取って内側に塗っていきます。ほんの少し色がつく程度で塗っていきたいと思います。雨の数を増やしていきます。雨粒を描くことができましたら、丸の型を使って雨をつなげていきます。雨粒の上側に丸を描き入れていきます。左側も同じように雨粒を描いていきます。背景に水色を足していきます。雲のほっぺのあたりにピンク色を塗っていきます。黒ペンで顔を描き入れます。白ペンでツヤと光を入れていきます。雨のしずくも描いていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これで雨の完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。